しかし、よく私があの時の雪女だと分かったな。顔や白さは変わっていない。見間違えるものか。ああ、美しさは隠せんか。いや、強いて言うほどではないぞ。今からでも以前死にかけた場所に運んでやろうか。それも悪くないな。そちらもよく俺が分かったな。あれから10年以上経ってるんだ。年相応に顔も変わっているはずだが。最近助けた覚えのある人間はお主だけだ。それに我らあやかしは顔形だけで人間を見ているわけではない。たやすく変わらぬそのものの気配や色がある。へえ。俺は恩を十分に返せていなかったのを気にしていた。社会人になって自由にできる金も増えた。ソフトクリームくらい何十個でも買ってやれるぞ。別にこれを何十もいらんが。確かに昨今手に入る人間の金は少ない。物の値段も上がっておる。人の店に入るのはやはり緊張もする。ポイントカードがどうとかサービスデーがどうとか人の暦など知らんし惑うばかりだ。お主が一緒なら店に入って品をゆっくり選べるし惑うこともないが。今月から町の外れに家を借りて暮らしている。人目を気にせず食事するにも適しているよ。ああ、ならお主料理できるか。作りたてがうまいものもあるというからな。ああ、去年離婚してから料理はかなりできるようになった。